やあ、せつなけいすきだよ。今回から生き延びろモドベランカの11っていうこのゲームやっていきたいと思います。どうですか、俺のキャラに似合わないような見た目のゲームでしょ。でもね、このほんわかしたイメージの見た目なんですけど、意外と死にゲーです。なぜかって、このモドベランカちゃんの一人暮らし生活が始まるっていうんですけど、その生活の中には危険がいっぱい、そして選択肢を誤ったらなんと死亡エンドに発展していくという、意外と死にゲーです。なんせ説明文に見た通りではね、死亡エンドがね25個も用意されてるらしい。そんな意外と死にゲーのこういうほのぼの殺伐としたゲームやっていきたいと思います。はじめから。春、それは新しい出会いの季節。ここにも新しい生活を迎えた少女が一人。これはごく普通の少女ランカの物語です。わあ、スタイルがいい女の子。ついに憧れの一人暮らし、この春に進学して今日から新しい生活が始まります。進学って大学生なんかな、新しく大学に入学するよみたいな。その割にはちょっともうちょい遅ないから JK っぽい見た目なんやけどな。ステージは憧れの一人暮らし。なんかこの映画さ、ひなこの音みたいな感じやな。JK じゃないのか、本当に女子大学生か。いや知らんけど、年齢の設定とか見たことないけん。たった今荷物の運び込みが終わったところです。引っ越し業者さんも帰ってほっと一息つきました。あー、めんどくさかった。私モドベランカ、ちょっと体が弱いけれどすごく普通の女の子です。お部屋の中はたくさんの荷物で散らかっているし、これからお片付けしないと。頑張って整理しなきゃね。一人暮らしか、これでやっと荷物の移動は終わったけれど、まだのんびりできないよね。初めての引っ越しだけれど、ちょっと驚いちゃいました。なんで？だって荷物がこんなにたくさんになっちゃうなんて。普段は気にも留めてなかったけれど、人っていろんなものに囲まれて生活してるんだなーって、そう実感しました。まず何から片付けようかな。というわけでこれで、あー、犬が喋った。はい。はい、画面上のいろいろなアイテムをクリックしてみてね。はい、了解です。犬さん、ワンコさん、ワンコビッキーさん。ワンコビッキーってなんかお笑い芸人にありそうな名前やな。中にお笑い芸人とか入ってたりせんかなこれ。クリックね。いいっすか。俺おもねにクリックしていいっすか。やっちゃいますね。おエロい。ちょっと着込みすぎちゃったかな。まだ肌寒い感じだから。いや、いいっすよ。このエプロンっぽいワンピースっていうかな。エプロンっぽいこの感じがさ、この胸の膨らみを強調してるような感じがしてさ、エロいっす。ナイス。グッジョブ。かわいいスカート。動きやすいようにズボンの方良かったかな。つい普段通りスカートにしちゃった。エロいよ。その辺もかわいいから許す。あと部屋の方はテレビがあるね。テレビ台の上にテレビが設置されています。すでに配線も終わっている様子です。テレビだけは先に設置しちゃった。ちゃんと映ったし一安心。テレビがないと寂しいもんね。はあ、テレビが大好きなテレビっ子なんやな。現代っ子なんやな。どんな番組が好きなんだろうな。どうせ嵐に仕上がりとか見るんだろう。ジャニーズとかその辺を見るんだろう。何の偏見だろうか。窓の外にはベランダが見えます。洗濯物たくさん干せるかな。やっぱ一人暮らしじゃいけん、洗濯物を自分でしなあかんわけですからね。でベッドがこういうちょっとシンプルな感じのデザイン。ベッドは引っ越し屋さんが運び込んで設置してくれました。私一人じゃ移動できないもんね。あと机とかがあって、ちょっと小さめだけれど可愛くてお気に入りのテーブルです。一人暮らしだし、このサイズで十分だよね。
いや、もしかしたら、大学生活でいきなり彼氏できてた、彼氏って連れ込んで、なんか二人の愛の巣になるかもしれんぞ、おい。そう考えたら、もうちょい大きいテーブルの方がいいかもしれんよ。たくさん料理が、たくさん食べる男の子が来た時に、たくさん料理を並べられるように。ああ、大学生活って意外と、そういう出会いがあるぞ。開封された段ボール箱があります。この段ボール、まだ片付け途中だったな。他にも荷物が。こっちには段ボールがまだ2個空いてないやつがあるね。大きな段ボール箱がいくつか重なっています。大きな段ボール箱一つずつ中身を整理しなきゃ。他なんか見てない。こっちの窓もあって、大きな窓です。十分に日の光が差し込んできています。大きな窓が2つもあって、明るいお部屋っていいよね。ワンポイント。ああ、まだお前が注目しよう。はい。例えば、はいはい。ムーブは場面移動、ズームは拡大表示。あ、ズームはあったね、さっき。クリックできたりするよ。クリックできたりするよ。クリックできたりするよ。それをそのちょっといやらしい言い方、何か訳ありですね、ワンコビッキーさん。さっきランカちゃんの体にカーソル合わせた時もクリックで出ましたね。クリックできたりするよって、もしかしたらエッチなことでもできたりするのかな。さすがに一気に全部片付けるのは無理かもだよね。お片付けも大事だけど、今日は他にも用事があります。これからの生活に必要なものを買いに行かなくちゃ。来たばかりの街でまだお店の場所とか全然わからないです。でも何も心配ありません。というのもまさか、もうもしかしてランカちゃん、そこら辺の男の人に声をかける技術が。すみません、私と一緒にこの町、私にこの町を案内してもらえませんかっていう、男を扱うスキルというのがこの年になって分かっているのか。見かけによらず大胆だな。実は今日は買い物の待ち合わせをしているんです。相手は憧れの先輩、元は同じ学校で先輩を私より一足早く進学しています。私もこうして先輩と同じ学園に進学しました。今日はその先輩が私のお買い物にお付き合いしてくれることになっています。もうすごく嬉しくて、先輩と1年ぶりの再会だし、ちょっとドキドキしちゃいます。どうした突然 BGM 系で。おーな、なに、なに、なにどうしたのこの脈打ち。ちょっと緊張してきちゃった。緊張のレベルかねこれ。ちょっと病的に生命に関わりそうな音流れてるよ。ちょっと病院の病室で聞こえるような音が。心臓が。こんなときめき方あるか。ランカは軽い見舞いを覚えたものの、やがて落ち着きを取り戻した。いや、ドキドキしすぎじゃん。いくら一年ぶりに憧れの先輩に会えるとはいえ。ふう、危なかった。あ、なるほど。生命の危機があるっていう意味、なんとなく分かってきた気がする。私、ちょっとだけ人よりも体が弱いんです。緊張しやすいし、運動も苦手だな。ちょっとしたショックで倒れちゃったりして、ちょっとしたところじゃなかったぞ、今。ほんのちょっとだったぞ。ほんのちょっとだった。とってもナイーブなお年頃なんです。なっちゃって。なっちゃってのレベルじゃなかったな、今。しかも、お年頃のせいにしちゃダメなレベルだったな。そんなわけで、日々注意を怠らずに行動しています。ワンポイント。どうした？ランカはとっても繊細な子なので、慎重に行動しよう。まさかそんなことで、なんて場合も、マメなセーブがおすすめ。了解。ま、セーブですね。わかりました。今のうちにしておきます。今のうちに、オッケー。ありがとうございます。ワンコビッキーさん。まだ待ち合わせまで時間があるし、少しでもお片付けを進めなきゃね。というわけでお片付け。ってことは段ボール、制服がある。あれこれ、進学先の制服だとしたら、この女の子、15歳で一人暮らしという、意外と若い時点で一人暮らしをしていることになるぞ。偉いね。芝居になったら困る服だけは、先にこの衣装掛けに片付けておいたの。もちろん憧れの、なんて読むんだ？おい、呼び方をくれ。なんて読むんだこれは。何した学園って読むんだお前。
明日から着るんだ。何学園で読むんだ。教えろ、ランカちゃん。教えてくれない。俺に進学先の学校を教えたら放課後に迎えに来そうやけん嫌だみたいな感じのことを思われてる。俺はそんなことしないぞ。せいぜい迎えに行って二人きりでどっか連れ込んで、ホタルに連れ込んで夜は寝かさないぜってベッドに横になるぐらいやぞ。片付けって言おうとけんこれかな。大きな段ボール、これからを今から片付け始めると待ち合わせに遅刻しちゃうよね。あ、そうかそうか。じゃあちょっと残っとる分だけってことか。ランカは箱を覗き込みました。中に入っていたのは変な人形でした。呪われそうです。なわけじゃないよなお洋服がたくさん、どうしようかな。それタンスにしまうためにさ覗き込んだのにさ、あと覗き込んだけ覗き込んでて、ああめぬぐさで後で片付ける選ぶわけないでしょ。それはしまいます。それじゃあタンスにしまっちゃおう。ランカは段ボールの中身を丁寧に取り出すとタンスに移動し始める。ふう、やっと一箱片付いた。これはもう空か。この段ボールはもう空っぽだね。オッケー。じゃああとこっちはもうちょっと無理やろ。じゃあ他になんか、テレビ始めた。テレビのスイッチちゃんと映るよね。私専用のテレビ、夜更かししてても怒られないのか、うふふ一人暮らしした理由が親元を離れたかったからっていう俺の弟みたいなことを言い出しちゃうんだよ、もしかして親の元だったらいろいろと親にいろいろ言われてちょっとめんどくさいから出てきたみたいな。意外とランカちゃん心の中が黒いかもしれない。あ、そっか、もう朝に起こしてくれる人がいないんだ。今日の買い物で目覚まし時計を買わなくちゃ。ああ、目的が増えちゃった。目玉、な、お？どうした、いきなり。お布団大好き、横になりたい。ダメよ、お片付けしなきゃ。今一瞬、自分との葛藤が始まる、入ったな、今。片付けたって、もうこれ、段ボールはもう、ちょっと今からは無理なんだろう。じゃあ、出ていけばいいんじゃない？お風呂やトイレはどんな感じだったかな？あ、チェックしとかよ。ってこと？ランカは扉に向かって歩き出しました。どうしたどうしたランカはタンスの角に足の小指を強打してしまいました。どうしたどうした回転した。仮面ライダーの変身ベルトみたいな回転した。シーンナンバーワン。足の小指にタンスをぶつけ死。いや死なないだろう。死ぬほど痛いけど死にはしないだろう。なぜこんなところにいたんですが、それは運命のいたずら。不意に訪れる苦痛なのです。誰しも悶絶してしまうことでしょう。いや、まだ仮面ライダーの変身ベルトみたいな感じでやめろ、やめろ、お前。あー、終わっちゃった最初に戻っちゃったこれが死亡エンドか。そうか。これよう見たら確かにこの通路側にちょっと出過ぎとんな、このタンス。タンスが微妙な位置に設置されています。よくないですね。例えば横を素通りするときに足の小指をぶつけたら大変です。もろにそれ起きますよって、それ起きますよみたいな感じのことを言うじゃないわ。ちょっと邪魔かな。どうしよう。移動しよう。うん、重そうだけど気になるもんね。よーし、ちょっと頑張ってみようかな。さ、思いっきり押してみました。あー、この音はもしかして、この音は、また仮面ライダーの変身ベルトの真ん中の部分回転するやつ。ブーン。腰の音だったか。あー、ぎっくり腰でお前、いくつやねん。進学とか言いながら意外とさ、みそじとかそのあたりの年齢じゃないのか、お前。まさかのミス。タンスの重み耐えきれず、ぎっくり腰になってしまったのでした。あとわずかにタンスが軽ければ。知らんがな。よう考えたらあれやな。なんかタンス動かすときにさ、もう少し軽ければって言おったけどさ、
よう考えたらさ、これ最初ここでさ、タンスにしまったけん思うなったんじゃよ。ってことはさ、タンスにしまう前にさ、これ横ずらせばいけるんじゃ。そういうことか。あ、そういう感じだったん。頑張れ、押してみました、トイッ。あー、すごい勢いで動いたやん。滑りながら移動しましたってさ、要はさ、感性の法則でツルーンと滑るよってことだろ。めっちゃ力強いな、おい。あんだけそんなに力強くありませんよ、みたいな感じで。やったー、いい感じの位置に動いてたよ。よかったや。一回押しただけでさ、こういう動きするか。俺でも無理じゃ。あ、その上にさ、これ片付けんかったらあかんかったんじゃ。あ、そうだった。ああ、意外とパズル要素あったんやな、これ。ようやくじゃ、よかった。ようやく突破できたわ。よっしゃー、ようやくいけるぞ、外に。ようやくじゃ。あ、その前に、外行く前に、これか、扉の前か。あ、風呂とトイレって言ったな。ちょっと待って。まあ、とりあえず、こっちかな。風呂だ！今日からこのお風呂に入るのか、綺麗に使わないとね。わ。この中にランカちゃんが裸で入って湯船に浸かってる姿を妄想したすごい鼻血がブーしそうです。だってお胸が大きいんだもの。椅子と洗面台とかシャンプーとかあって、こう、ん？お風呂の操作パネル。え、今何？通話？プレイしてくれてありがとう。誰だお前は。入浴時は夜までないよ。誰だお前は。怪しいやつ。しかも入浴シーンは夜までないよ。つまり夜になったらあるんすか。マジっすか店長。マジっすか店長。マジ俺夜まで頑張ります。ランカちゃんの裸を見るために。今のって誰なんだろう。ほら、ランカちゃんですらわからないという不審者が現れたけど、ランカちゃんのことだからこれは通報しないんだ。俺が代わりに通報しとこうかな。あと追いたきとか急速と追いたき、追いたきが始まった。初めてよかったんだろうか。自動保温が始まった。追いたきが始まった。保温が始まった。あ、なん、え、これ操作する意味あるんかな。今果たして操作する意味があるんだろうかって感じやけど、まあいいや、出かけよう。あ、早いの。あ、そうかそうかそうか、トイレの方があったわ。トイレ、おトイレは、そうだ、可愛い便座カバーが欲しいな。ランカがトイレを眺めると便座の脇にいくつかのボタンを発見した。あー、もしかして操作できるの。できるよ。やる意味ないよね、これ意味ないよね。今のところやったところだよね。あ、でもせっかくやけんちょっとやってみようかな。あ、できるな。ビデ、保温の関係ない。あ、保温したかったんで。どれが保温なんだろう。これ？あ、あ、電源、あ、これ電源か。で、保温、便座始まるんだよね。で、ビデオ押してみたら、ちゃん、押させてくれない。保温！よし。これでいいんじゃ。これでランカちゃんのお望み通り、本ができたわけです。じゃあ出かけ目、出かけないのね。まだ出かけないのね。お片付け、まだお片付けあるのが。逆に何をお片付けるというのだ。結構調べたけど。ああ、時計を調べたら、ようやくフラグが回収できたみたいで、身支度を始めた。で、この次からは、お出かけできる感じか。そうか。いやさ、家から出る準備をする前の、ね、1パートかかっちゃったけど。マジかね。次のパートもこんな感じなの。やだなー。